TXN ニュース、TXN ニュース、TXN ニュース、英賞、TXN ニュースとは、テレビ東京、Q、東京12チャンネルをはじめとする、TXN、Q、メガトンネットワーク各加盟局で放送されてい、定時ニュース番組。1982年。 昭和57年3月1日のメガトンネットワーク結成から1989年3月31日まではメガトンニューストンとして放送されていた。同1989年平成元年4月1日に現在の TXN に解消されたため番組名も変更された。東京12チャンネル現テレビ東京の開局当初は 朝日新聞社と報道提携を結んでいたため、東京都千代田区有楽町の旧朝日新聞東京本社、現有楽町マリオンに専用ニューススタジオを設、そこから朝日新聞ニュース、ワイドニュース今日のニュースなどと題して放送された。1969年12月1日からは自社制作による東京12チャンネルニュースとして再スタートし、 同時に経営再建のため資本、報道協定提携を結んだ、日本経済新聞社と日社のローテーション体制で、放送例、タイトルに、協力、日本経済新聞社、協力、朝日新聞社のクレジットがそれぞれ入るようになる。1972年4月1日に、朝日新聞社が撤退し、東京12チャンネルから放送されるニュースは、日経一本となる。なお、 1970年から1973年までは、名古屋、中京テレビでも、中京テレビニュースのタイトで放送されていた。1982年3月1日から1989年3月31日まで、メガトンニュースのタイトルで放送されていた。現在、TXN ニュースでは、1989年4月1日からタイトルで放送されている。BS Japan 現、BS テレ東でも2000年12月の開局当初から2014年2月末まで放送されていた。これに合わせて、テレビ東京の報道番組はすべてハイビジョン制作で放送されている在京民放局では最初。この番組に限っては、ハイビジョン制作のマークは表示されない。ニュース素材については、2000年の BS デジタル放送と2003年の 地上デジタル放送の開始当初はすべて標準面のアップコンバートで放送されていたが、2006年9月以降は一部のニュース素材もハイビジョンで放送されるようになった。TXN はニュースネットワークをも包含するネットワークであるため、加盟各局と共同で制作を行っているほか、一部の独立放送局も取材協力している。系列局を持たない。 東北地方や北陸地方など取材できない地域のニュースを伝える際は共同通信社の撮影した映像をクレジット付きで使用する例が見られる。土曜、日曜の夕方の放送は2000年10月、それまで平日夕方の報道番組、ディスイブニング、夕方一番、ニュース愛の冠を模した土日特集が廃止されたのに伴い、 本番組に解題した過去の放送時間は後日。2007年10月6日放送分からキャスターのバック背景が黒マキー合成による電気カメラの映像からスタジオセットへ変更となった祝日朝17年9月に放送終了と昼の放送は変更なし。JNN のような系列局に対する放送の強制はなく放送するかどうかは 各系列局の編成方針による。そのため、他系列のスポットニュースと同様のネット形態となっている。土曜昼の放送は現在テレビ、東京のみでされており、各系列局や BS ジャパン ?BS テレビ東京では放送されていない。また、テレビ愛知では土曜、日曜の夕方の放送を2000年10月から2001年3月まネットしなかったほか、テレビ北海道、 テレビ愛知の二曲は土曜最終版。現在は廃枠の放送を二千十年三月をもって打ち切っている。後日テレビ東京以外の系列局は土曜昼枠の放送を二千十七年三月をもって打ち切っている。二千十年代に入ってからは放送枠の削減が進み、土曜最終版は二千十年九月に、日曜昼日曜朝は二千十七年八月に、 月から金曜の祝祭日の朝は2017年9月をもってそれぞれ終了している。日曜最終版は2018年1月から3月まで休止して番宣枠に差し替えられていたほか、2019年4月からミニ番組の開始で再度廃枠となった。かつては岐阜放送、琵琶湖放送、テレビ和歌山、 日経 CNBCBS ジャパンでも放送されていたが2017年現在はいずれのツボ根も放送を終了している。上記は現在の担当キャスターだが担当者は都合により変わる場合もある。土曜日曜の夕方の放送の後半パートにある天気予報 TX のみは以前は担当のニュースキャスターが合わせて読んでいたが2007年10月7日 放送文からは、ウェザーマップ所属の気象予報士が担。2016年11月放送文からは、日本気象協会所属の気象予報士が担当している。イコール同時ネット、イコールヒネット、イコール同時ネット、イコール番組編成の関係で、ヒネットの場合あり、ニュースモーニングサテライト、M プラス11、夕方サテライト、ワールドビジネスサテライトの放送のない期間に、朝、 正午前後、夕方、深夜に放送、TXN 系列6曲、b s ジャパン BS テレ東でも放送される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。